いよいよ天王山、関西大学対関西学院大学のカンカン戦ということで、いっぱいの関西大学と全勝の関西学院大学の対戦いがですね、ここ今から花園ラグビー場で行われます。関西大学の開催者にとっては初めてのフィールドの地となります。今試合前の練習ということで、ガイドの選手やってます。関西大学ですけども、前節、立命館大学に24対13ということで素晴らしい試合で勝って1敗を死しました。で、次の試合ということで関学戦ということで15時20分、帝国よりは、若干遅れました。15時20分に試合開始ということで、続々とファンの方たちも来ております。昨日の練習後、中井選手に話を聞いたら、非常にいい雰囲気で練習もできているということで、自信を見せてました。加藤ゴーカイザーズ。Thank you.
後でハドル外行って、ハドル向こう行って。もう負けたっていうのも事実やし、さらに猫になった。もう負けた理由が、もう我々の方が、もう言われた。もう我々の準備が足らなかったのか、気持ちが足らなかったのか、技術的なものが足らなかったのか。何かが足らんから負けたわけや。でもそれはもうしょうがない。今更何言うてもこれは必要があるよ。まあもう現実に受け止めてね。もうこれでもう我々は自力で、まあ、全国大会行くっていう可能性は自力で行けることはなくなった。でももちろん何が起こるか分からへん状況やから、今はできる準備のできることは精一杯全然やろう。ほんまにその実際もうあと次最終戦ね、近代がどう、神戸がどうとか、感覚がどう、立命がどうとか、もう我々がコントロールできへんことはあやこや言うてもしょうがないわけや。今、もう我々ができること、それは今日のできへんかったことはちゃんと反省して、で次の試合までに成長できるものを成長して、で、兄弟にもうやるべきことをちゃんとやって勝つと。で、そこの兄弟までの取り組みによって、いろんなことが変わると思うんでね。今できることを精一杯やって、もう自分たちがコントロールできるところ、自分たちができるところはもう完璧にこなして次の試合に向かえて頑張りましょう。下向いてるのもしゃあないわけやから、もう上向いてみんな頑張りましょう。そうですね。そうです。ボケたな。俺もまだテレビ端末見てなくてみんなどう伝えてるか分かってないんだけど、しっかり準備してきたのを勝つ、それだけやな。1年間通して、もう KG ウィークがどうとか、試合前がどうとかじゃなくて、試合前はほんまに4回戦変わったと思う。やってくれって思う。ただその期間が、感覚の4回戦の方が早い段階から気づいて、早い段階から準備していたっていう、その結果だけやと思う、俺は。歯車が取れなかった。全然戦えてなかったことはないと思う。みんな1年勝って、油断してたわけじゃないと思う。ちゃんと準備してたよ。それでも歯車噛み合わずに、最後まで、そのまま行ってもうて、負けたもんだろ。で、ここで、自力がなくなったからって、4回戦もうええわってなって、またバラバラになるのか、1ミリでも可能性残されてるなら、それにすがる思いで、もう一段階、学年として、チームとして、上目指して、ここからさらにまとまれるかどうかと思う。もうどうしようもない、今日負けてもうたから。ゲームみたいにコンティニューできるわけじゃないし、もう進むしか道はないからさ、どういう終わり方をすんのか。なんで次負けてもうたら、ほんまに、なんていうの、他力本願でさえもなくなっちゃうからさ、残された期間どういう取り組みをするのか、どういう終わり方をするのか、どこに向かっていくのか、もう一回ぶらさずに最後まで走り抜けよう。4回戦マジで中止になってチーム引っ張ってほしい。もう最短11月9日や、11月9日そこでもう終わっちゃうで、学生フットボール運が悪かったら。もう一日一日、一分一分、一秒一秒、後悔ない時間を過ごそう。チームとしてな。その濃い時間を過ごしたってことは、4回の財産だけじゃなくて、未来の解説につながると思う、俺は。モチベーション保つむずいかもしれんけど、もう一回な、俺らがどこに向かっていきたいのか、再確認して、そのまま走り抜こう。まとまってなくてごめんやけど、今日できなかったことをちゃんと反省して、逃げずに、目を背けずに受け止めて、最後まで寛大らしく、寛大らしいフットボールを貫き通そう。 OK、 行くよ。やります。クライムオンスリー、ワンスリー、ゴー。お疲れ様でした。お疲れ様です。金森副将です。
管轄戦ということだったんですけども、まあ、15対31、残念ながら敗れてしまいましたけども、まず今日の試合、まあ、悔しい思いあると思います。いかがですか？立命館大学戦で勝利することができて、この2週間、自分たちも合宿であったり、関西学院大学に対する取り組みっていうのは、しっかりと行ってきたつもりであったんですが、うん、それに自分たちの力が及ばず、勝つことができなかった、それだけだと思います。うん、でまあ、監督は、まあ、記者会見で、まあ、なんとか20点以内に抑えれば勝機もあるというところだったんですけど、まあ、4つタッチダウン取られてと、やっぱ向こうのが力どうだったんでしょう、その辺は。はい、負けてしまっているので、うん、そういったことにはなってしまうんですが、うん、やっぱり自分たちとしては最初に、得点をスコアするということにフォーカスして、やっぱり取り組みを行ってきたので、最初のシリーズでやっぱり相手にスコアを持っていかれてしまったという、うん、そこが一つのターニングポイントだったのかなというふうに思います。うん、なるほど。で、まあ、キッキングと真ん中選手なんかフィールドゴールも決めましたし、非常にいいパントも蹴ってました。いかがですか、キッキングに関して。はい、やっぱりキッキングっていうのは 100% を積み重ねるっていうことは、うん、自分のパントもそうですし、中井の FG っていうのもチームの一つの武器として僕たちは日々の練習を行っているので、うん、それが 100% 完成できたっていうことは一つの成果だと思ってますが、やっぱり勝利に結びつけることができなかったのは自分たちの力不足だと思います。うん、で、まあ、立命感覚とこうその2強に対してなかなかこう1シーズンで2つ勝てない、ここってどういうふうに実際戦われて感じました？やっぱり、自分が2年生の時に初めて立命館大学に勝って、うんうんうん、その年はやっぱり立命に勝ったことで一つ、油断ではないですけど、やっぱり一つちょっと、気が抜けてしまっていた部分もあって、で去年は立命館大学に負けて関西学院に対して、やっぱり気持ちを入れて取り組むことができて、今年は関学と立命両方に勝つということにフォーカスして須田を中心に取り組んできたんですが、やっぱりそうですね、力不足という一言で済ませてしまっているか分からないですけど、やっぱり自分たちの気持ちが足りなかったのかなというふうに思ってます。うん、なるほど。で、まあ、試合終了後、増田主将が挨拶してました。僕のせいだというふうなことを言ってました。どういうふうに受け止めましたか？やっぱり、須田は1年生から、秋リーグから出てて、そういった中で今年キャプテンを引き受けて、今年1年やっぱりいろんな葛藤もあったと思うんですけど、やっぱり副将として自分と、岡本と森本がやっぱりもっと彼の支えじゃないですけど、いろんな言いにくいことであったりチームに対する思いっていうのをやっぱり自分たちがもっと彼に背負わせすぎていた部分もあったと思いますし、うん、そういった部分で、あと1試合リーグ戦は1試合になりますけど、うん、兄弟戦に向けて自分たちはやるべきことを、変えることは変えて維持することは維持して、うん、死ぬ気で取り組んでいきたいと思ってます。なるほど。で、まあ、2敗になってもう勝って勝たないと、まず、残れないとなりましたけど、兄弟戦に向けて最後、まあ、最後の4年生戦いになります。いかがでしょうか？今年はトーナメントということで、例年よりも早くシーズンが始まって、うん、このままリーグ戦で終わってしまうと、例年、歴代最速で引退という形になってしまう。うん、やっぱり自分たちとしても、もちろん、甲子園ボールで優勝するということを目標にこの1年やってきてますし、こんな形で終わって、終わったらダメだと思っているので、うん、しっかりと、精神整理、もう一度フットボールに対してもう一度ゼロから向き直って、うん、兄弟戦に向けて圧倒的に、勝利して自分たちがやるべきことをやって、切符を待ちたいと思っています。うん、まだまだ4年生中心にまだ燃えてますよね。大丈夫ですよね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。